カースル・クームはイングランドのウィルトシャーにある人口約350人の小さな村であり、その美しさと静けさ、そして中世の境界を含む優美な建物により知られる。14世紀のマーケットクロスはカースル・クームで週一の開催が認められた時に作られ3本の主要道路が一点に集まる場所に位置する。クロス近くにある小さな石段は 馬の乗り手が乗降するためのもので、そばにバタークロスの遺構がある。村にある4つ星のマラーハウスホテルは14世紀に建てられた。ホテルには48の部屋と1.5平方キロメートルの庭園がある。聖アンドリュー協会にあるカーするクームクロックは、未だに使われている数少ないイギリス中世の時計の一つである。村の近くには、グリトルトン・フォード・ネットルトン・ティデリー・ウィンクの村。 およびジッペナムの町がある。ありがとうございます。